さて、オリンピックが延期になったことで聖火リレーの日程も一旦白紙となりました。熱海市では重い病気と戦いながら特別な思いを込めている聖火ランナーがいます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。体調いかがですか？まあぼちぼちですね。静岡文化芸術大学デザイン学部の教授、中山貞夫さんです。今年6月、県内で行われる予定だった聖火リレーのランナーです。全部チケット外った後に、なんか関わりたいなと思って。中山さんは4年ほど前から重い病気と闘っています。一昨年には医師から余命半年と告げられました。しかし抗がん剤治療もあり現在に至ります。これなんですが。本当ですね。ランナー内定って書いてありますね。当たった時ってお気持ちって、素直なお気持ちって。いやいや、やったって感じでしたよね。当選まで12月で、昨日の延期になるまでも、まあ、結構これは励みになってきたんで。この3ヶ月間ですね。そう、それだけでもやっぱ気持ちの部分っていうのは、やっぱ頑張って走りたいなって思う気持ちがね、これのおかげでまあ少し強くなれたかなって。中山さんは頑張る姿を仲間や学生に見てもらいたいとランナーに応募しました。しかし今年に入り体調が思わしくなく、1週間ほど入院しました。来年になると1年3ヶ月ですよね。ちょっと長いよね。やっぱり長いっていう思いはあります。今思うとね、だすげえ頑張んないと。来年まで頑張って、ちゃんと走りたいかな。自分の力で。楽しみですか？楽しみですよ。体がどうなってるだろうか。でも頑張るだけですか？そこまでは。それしかないよね。新型コロナの猛威が収束することを願い、中山さんは来年の聖火リレーに向けて進んでいます。